我が国では古来より衣服や神事等に大麻が使われてきました。戦後 GHQ の指示により麻を麻薬と定義した上で栽培、製造、販売、輸出入の全面的な禁止という大幅な規制を強いられた大麻ですが、都道府県知事の免許を受けた農家は栽培できるようになりました。しかし令和3年の日本国内栽培者数はわずか27名、その大半は高齢で実際に栽培を行っている栽培者はもっと少ないのではないかと言われています。このように日本でも栽培使用されている大麻ですが、先ほど申し上げたように世界ではさらなる研究や開発が進んでおります。また大麻は他の作物に比べて加工がしやすいのが特徴であり、日本国内で現在知られているような医療や化粧品だけではなく、その多用途性と機能的特性から不織布、それから建築資材、食品、自動車産業用複合材など膨大な数のバイオベース製品に利用されています。